ブレダ M30 軽機関銃は第二次世界大戦にイタリア王国で使用された軽機関銃である。ブレダ M30 軽機関銃はイタリア陸軍で使用されていた軽機関銃である。本銃は下記の長所、短所に見るように褒めるところを探すのが困難なほど性能が悪く、イタリア兵は複数の装備を選択する余地があった場合は、 迷わず他の火器を選んだほどの白物である。それでも、本銃は、イタリア陸軍にとって、銃機関銃や短機関銃に比べて、配備数が多かったため、カルカの M1891 小銃と並んで、主要な消火器であり続けた。第一次世界大戦の前後、工業の未発達や、対戦中の混乱から、イタリア軍の兵器の更新は滞りがちであった。 後に起こる1936年のエチオピア侵攻でも部隊の装備は旧式化した第一次大戦前からのものがほとんどであった。事態を重く見たイタリア軍の上層部は1924年に第一次大戦で登場した新兵器の一つである軽機関銃の開発をフィアット及びブレダに依頼した。両者の協作によりフィアット24とブレダ QC の試作銃が作られ、 トライアルの結果、ブレダが勝者となった。イタリア軍の機関銃や、その他の兵器の開発で有名になったブレダ社は、兵士が携帯できる、軽機関銃の開発を進め、ブレダ QC という試作銃で協作に勝利した。そして、QC の改良型として、本銃を1930年に完成させた。本銃の主な特徴としては、アンバランス長い剣。 小さな重心交換用ハンドル、クローズドボルト状態から射撃が行われる、初動で重心ごと交代させるという得意なディレードブローバック作動方式、機関部右側に固定断層を有するなど、本銃の機関部右側にはフレーム形状の固定断層を着脱でき、断層は運搬、保管の際には銃から取り外される。断層の入り口には弾薬を整列させるための、 マガジンリップが設けられておらず、銃の球団口内部にマガジンリップの機能を果たす加工が施されている。銃側の断層ガイドは断層を取り外した際に球団口を塞ぐ防塵カバーを兼用している。球団口の後ろにはコッキングハンドルが設けられ交退させた位置で手動固定するホールドオープン機能を持つ。このホールドオープン機能は重心交換のほか、 射撃直後の重心内空に空気を通して冷却するのにも用いられる。機関部の左下には灰、鞘や口があり、手動で前後にスライドさせて開閉できる防塵カバーを備えている。機関部の左前方には重心固定用のピンがある。u 定を引いて後退位置で固定しておき、板バネで保持されている重心固定ピンを外して、 固定を解いた状態で重心の小ハンドルを掴んでやや半時計方向に回転させれば重心を抜き取ることができる。新しい重心を装着するためにはこの逆の手順で組み付けを行う。球団容量はまず銃に装着した断層側面のマガジンフォロワーのレバーを装填位置にまで引きフォロワーのスプリングを圧縮する。断層を前方に半回転させて開いて 10ミキガー面に、ラッチで固定する。20発の弾薬を収めた、相談士を弾倉に挿入して引き抜くと、弾薬だけが弾倉内に保持される。そして、固定ラッチを外して、弾倉を元に戻せば、フォロワーのストッパーが外れて、弾を送れる状態になる、という手間のかかる仕組みだった。ついで、コッキングハンドルを後端まで引き、前端まで戻せば、 幽霊が初段を薬室へ送り込んで、全装填状態となり、激震が交代位置で保持され射撃準備が完了する。マガジンフォロワーのレバーを引かずに断層を開こうとすると、フォロワーのスプリングが変形して、球団不良の原因になり、ひどい場合は、フォロワー自体が破損して、使用不能になる恐れがあったが、それを防ぐための安全装置はなく、対策は手順を、 必ず遵守させるべくも訓練を行うこと以外になかった。作動は基本的にブローバックだが通常と異なり重心は固定されていない。重心の後端は別部品のスリーブに挿入されている。スリーブは前方で重心後端のラグ、同じく後方で有定前端のラグとそれぞれ噛み合い、重心と前進した有定とを結合させる役割を果たす。 ブローバックでは反動に耐えられなかったためと思われるが、最初は、重心、スリーブ、遊程を一体となった状態で交代させ、スリーブが、重側ガイドの働きで小回転して、遊程ラグとの結合を解き、遊程が、重心、スリーブから離れて入、さや、再装填を行うという、少々乱暴なチェーン機構を持つ。この過程で回転するのは、スリーブだけで、 重心という定は前後に直線運動を行う。一見してショートリコイルに類似するが、ロッキングが行われていないことから、ブローバックに分類される。この作動方式は、フィアットレベリエム1914へ、機関銃と同じものであるが、本銃固有の欠点として、重心とレシーバーの組み付け寸法交差を構造上大きくせざるを得ないことが挙げられる。このため、 前後導に伴って重心がぶれてしまい、重手が銃を正しく保持していたとしても、また低い発射速度で銃自体のコントロールは容易であったにもかかわらず、集団性能は非常に悪かった。さらに照準器を一旦調整した状態であっても、重心を交換すると弾道が変わってしまうため、照準規制をやり直す必要があった。作動方式そのものはいいか 原なりにシンプルであるが、部品点数は多く、部品の強度や耐久性も不足気味で、開口部や溝が多いことも相まって砂や埃を噛みやすく、機関部の故障が多かった。射撃後の空薬卿を薬室から引き出しやすくするため、機関部のカバーには弾薬に投入する機構が備わっていた。さらに、熱帯値ではクローズドボルト方式に禁する。 国クオフ現象を回避するため、機関部に時々油を吹きつける必要があったが、こうした給油措置は砂塵や埃を大いに集めた。第二次世界大戦におけるイタリア軍の主戦場の一つが砂漠であったが、本銃は砂漠での使用には最悪の機関銃であったとされる。発射速度も当時の他国の軽機関銃に比べると非常に遅い上、空冷式機関銃の常として、 ある程度使用すると重心を交換する必要があるが材質が劣っていたために耐久性が低く交換の頻度は他国の軽機関銃に比べて多いものだった重心交換のための小さな取っ手が装着されているが銃自体にはキャリングハンドルと呼べるようなものは付属せず特に射撃直後の熱くなっている銃を携行するのは不便であった予備重心は 本11丁あたりに内資三本が支給された。1930年から1937年まで生産され、イタリア軍及びイタリアに駐留中のドイツ国防軍で使用された。ドイツ軍からは MG099 との正式名を与えられている。1937年にイタリア軍は手段約を 7.35X51mm カルカの玉に更新するため、 口径を7 3 5ト、mm、ルにボアアップした M37 に生産を切り替えたが、当時集結したばかりのエチオピア侵攻、始まったばかりのスペイン内戦と、巡戦自動員を続けて、多額の軍事費を乱費したイタリア軍は、1940年になっても根本的な装備改変には手がつけられないまま回戦に至ってしまう。これに伴って、 現用装備の補充を優先するという観点から 6.5X52mm カルカの弾を使用する本銃の生産を再開せねばならなかった。結局、イタリア軍は第二次世界大戦を 6.5mm 装備を更新できないまま戦い抜く羽目になり、最終的には1945年にイタリア社会共和国が崩壊するまで使用され続けた。 M37 は使われないまま倉庫で出番待ちをしていたが、事前にリビアやエチオピアに送られて保管されていたものが、弾薬と共に大量にイギリス軍に露飼され、ランイン軍に供与されて日本軍と戦ったほか、戦後の植民地独立の混乱の中でアフリカ各地に出回り、独立闘争に使用されている。ありがとうございます。